こんにちは、土浦の利鉄です。2022年3月16日福島県沖で発生した大きな地震の影響で東北新幹線は大きな被害を受けました。今日4月14日全線復旧ということで東北新幹線を応援しに、那須塩原駅まで乗りに来ています。Thank you.